次行きましては、ミスター横浜市立大学の皆さんです。どうぞ。行きましょう。さあ、感情的に言いましょう。感情的に言いましょうよ。この人の思いぶっちゃけてください。エントリーナンバー1番、ドーキンズ・ジェームズです。くそ、水着のお姉さんと海でバーベキューしたかった。したかった。やっぱ水着。はい、次の方どうぞ。エントリーナンバー3番の鈴田さんです。今年の夏やり残したことは、自転車で地元に帰省することができなかったことです。エントリーナンバー4番の増田です。やり残したことが関西学院の人にビートボックスやられたので、それに対抗してやろうと思います。すげー、俺の方が勝ってますよ。すげー、ビートボックス。次どうぞ。エントリーナンバー5番の伊藤増俊です。やり残したことは、ミスコンとミスターコンの人と、ただいの人ともっと仲良くなりたいです。これから頑張ります。